マミモメモさやかです。黒の奇跡パート19になります。現在一章のクレイユ村です。口笛の主は誰でしょうかね。やはりこの人。拍手するんだ。あれ、君たち。このメロディーってなんか特徴的なメロディーしてたよね。恥ずかしいな。適当に吹いてただけなんだけど。って君たち、バスを救ってくれた首都の何でも屋さんだっけ。うん。君たちの活躍は社内からバッチリ見せてもらったよ。あ、メルキオル。メルキオルか。メルキオル。一身上の都合であちこち旅してるボヘミアンでね。竜払いの人、ボヘミアン。メルキオルか。北のメッセルダムから首都を経由してあのバスに乗っていたんだ。へえ。メッセルダムがあの今話題になってるところだよね。気ままな貧乏旅だからバイトしながらではあるけどね。へえ。あのピックアップかっこいいよね。僕もミラを貯めてマイカーが欲しいな。なんかオープニングに出た敵サイドの人って思うとどういう気持ちで見たらいいんだろう。あ、元は中古なんだ。へえ。ね、なんか街道出てたみたいな話してたけど給料に行ってた。へえ。どこのチルルちゃんなの。ね、目つき怖い。なんか何考えてるか分かんない感じがちょっとざわざわするね。大昔の石柱の遺跡があるって言ってた、あの教会の人が。20年前に大きな像なんかも出土した。はい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 。イニシエ古ゼムリア文明以前のもので、ノルドあたりの遺跡と同年代。なるほど。ノルドは数十アージュで、こっちは10アージュくらい。おー、へえ。でもそれでも結構大きくない。あ、そうなんだ、教会が改修したんだ。へえ、なるほどな。他の人、確かにね。去り際の後ろで手を振る。ボヘミアン。ボヘミアンってそんな有名なあれなの？車の趣味悪くないって。車好きに悪い人はいないって褒めてもらったしね。給料気になる？野営には絶好の地形。ああ、なるほどな。はいはいはい。アイダさんたちがクレイユ周辺で野営地を築いている可能性ね。一旦検討してみましょうかっていう話からの。これは変わってどうかな。クエストぐらいはできるようになってるかもな。もう一回話しかけてみましょう。よいしょよいしょ。顔は大丈夫そうかな。あ、いけそう。うん、かわいいな。こうやってあの立ち顔があるとかわいいね。ポニーテールの感じがとってもかわいい。ツインテールか。ネロがいなくなっちゃった。ああ、猫ちゃん。うん、見た見た。この子本当にかわいいね。はいはいはい。猫は気まぐれとは言ってもあのね、家に帰ってくるんだったら心配だな。様子がおかしかった。
毛を逆立てたりお月がなかったりして、あ、そうだねそうだね、怖がってたね、そういえばお昼。ね、引っかかるね。うん、いいよいいよ、ここはタダで。ローが上がる、いい人、仕方ねえな。そうね、奇跡プレイヤーとしては見逃せない。猫探しもお手のもんです、情報収集の一環。街道出てるかな。働くぞ。これは何？気配する？ああ、え、すご。ふしゃーなっとる。餌の一つね。人語わかんの。ダメか。悪くない感触だった。とバン君がおっしゃってますけど。ラシカル君だ。競争なの。そうだね。思った思った。すごい思ったから大丈夫だよ。いいね。独り言聞こえちゃったの。ね、応援したくなるよね。もう私全力で応援するわ。あの二人いつも遊んでる場所ってどこだろう。ちょっと探したいな。あ、いた、メルキオルさん。空気がいいね。少し腐ったような香り、なんか発酵してるっけ。肥料の匂い。この顔である。あ、いた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 。はーい、そうだよね、一人はそういうところにいないとね。あ、いた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 。バレる前にか。そういえば村長さんの家行くの忘れてたね。お礼言わないと。その筋、え、裏の人間かっていうこと？あー、ヘイ上かな。なるほどね。よっと。その筋の力添えがあったかもなんていう話はひどい偏見。なるほどな。なんかちょこちょこそういう話が聞けて、黒の奇跡楽しいですね。あ、村長さんここにおった。そうだ。よし、もろもろお話できたのかなと思うので、ラシカル君に話しかけます。あ、上に登ってる。あー、なるほどね。それは名推理だね。なるほどね。攻撃する、お手並み拝見。優しい、もう遊撃士みたいにかっこいい、決めてやるよ、頑張れ。今の一文大事やね。
サビ持ってきたの。うにゃふしゃ、あらららら、行っちゃった。確かにね。全員で包囲しますか。はい。オッケー。優しいな。そういうことか。いいね。なんかその年頃の男の子らしく意地悪系で気を引くんじゃなくって、いいことしてかっこいいところを見せて気を引こうっていうところが可愛さがたまんないですね。あ、椅子の下にいる。囲めそうかな。どうすんの。追い込む係と捕まえる係に分かれる。なるほど。かわいい。大丈夫、向こう方面に行かない。ああ、来てくれた。嘘でしょ。あ、街道出ちゃう。まずいまずい。ああ、行っちゃった。あ、そっか、丘陵方面か。まだわしら行ってないとこ。助けようはある。うん。まさかの丘陵方面に行くっていう。はーい。もうこうなったら、しのごの言っとられんよね。ちょっと変わるかどうか聞いてきていい？さすがに二人は変わってなかったから、丘陵方面に出まーす。おう。わあ、わあ、石柱群だ。あそこにあったの？へえ。回復ポイントある。わ、なんか、へえ、へえ、へえ。いや、夕日がいいね。ちょっと回復しよう。はいー。敵復活。心地よいです。心地よいですよね。へえ、わあ、いいな。わあ、そこの石柱群めっちゃ行ってみて。精霊信仰。あ崖の上。あら、あんなところに。あ、ほんと。身軽そうだしね。さすが。ひょいひょいひょい。ふにゃー。あ、さすが。肉球が見えておる。ふにゃんゴロゴロ。フィリちゃん、さすがじゃん。はーい。丘陵方面終わったんだが。ん、かわいい。うん。次があったら大人に相談するね。ちゃんとお礼したいと思って用意してた。なんだ？え？ファルコムさん？ファルコムさん、ありがとう。ラシカル君にはこれあげるね。手作りのお守り。実は前に作ってたやつ。ドキドキ。ドキドキ。え、なんで？よよ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 よ。
ラシカル君真面目だな。でもかっこいいとこ見せたかったし、なんか自分のその許せる許せないの基準ってあるよね。うん。これはニヤニヤ。あ、おー、ブレイザーギルドの紋章、支えるコテですね。うわあ、わあ、わあ。うわあ、ニヤ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 。録音したいね今の。ね、応援してる。バン君、ええやん。うん。いやー、いいですね。若いっていいですね。いや、これはローが上がりますわ。うん、ね。はあ、今のは3人で同じセリフかな。だね。みやー、ということで超ニオニオクエストでした。じゃあ宿に戻る。うん、はい、夕食まで情報を整理しましょう。6時20分。うん、アイゼンシルト中隊がここに泊まったのはちょうど10日前。翌朝には出発して他のメンバーは村に戻ってきてないけど、隊長のアイーダだけは一昨日を最後に何度か目撃されてると。それもどれも夜のタイミング。別行動ね。あー、太陽を分ける意味はないか。そうよね、そうよね。かなりの量のワイヤー。10日前に村を立って以来食料補給してない。バスを襲った狼型魔獣。怯えてるような感じね。ものすごく怖い存在への恐れに突き動かされて暴れてたような感じか。丘陵に麦畑の向こうの林、小川の上流。なるほど。ね、本当よね。あー、確かに確かに。そっかそっかそっか。なんだろう、全然わからんのだけど。なになに、大丈夫？いい反応だ、スプリガン。もう一人も見どころありそうじゃねえか。どう思う？そう、誰？あっ、バルターじゃん。マジ？それねえことを言うなよ。うわマジな。知ってるんだね、しかも。あのピックアップはてめえのだろ。しっかり元通りで何よりじゃねえ。やり合ったことあるんだ。うわあ、野生狼バルターさん。よう、ジョーちゃんたち。俺はバルターってもんだ。知ってます。お久しぶりです。いや、イラストの世界からようこそ。
そこのアークライド先生には前に依頼した時に世話になってな。依頼した？依頼したの？依頼人ってこと？もうなんか心臓がドキドキしてるんだけど、わし。クルガのひよっこか。面白いのを連れてんじゃねえか。ガタイに筋力は足りねえが、目に天性のバネはありそうだ。そんな豆鉄砲が通じると思い込んでるのはいただけねえがな。ね、ほんとオラつくのやめていただけます？野暮用でさっき村に着いたばかり。あー、なるほど。依頼？頼まれるの？わし、あんたの依頼は二度と受けねえ。はは、やっぱ依頼人として来たってこと？野暮用ってのも興味はない。とっとも出てってもらおうか。かっこいい、ワン君。他のナンバーにはたまに融通してる。そうなんだ。へえ、だから結社のこと知ってたんだ。他のナンバーって誰のことだろう。定期解禁賞のブルブランさんとか。あの時の詫びも必要ね。一応代わりは受け取った。意味深。めっちゃ気になる。だが許せることと許せねえことがある。それだけのことさ。かっこいい。そうなんだ。見どころある感じ。あー、なよっとしたミント髪のやつ。パルターが探す相手。反応でバレちゃいましたね。ね、何者なの？追いかけっこをしている。結社っぽくはなかったもんね、あの集団。いらねっつの。宿開いてんの？どういう感じで「はぁ」って言ってるのかな、これ。投げやりな「はぁ」なんかな、それとも心の底からのため息なんかな。あ、うんね、緊張感があるよね。ね、あんまり突っ込むとね、良くない世界ですから。裏も裏、一番やばい手合い。いやー、まさかもう会えると思ってなくってテンション上がってしまいました、この空の奇跡民。どうかね、あの人もミント髪の人もやり寄りそうですけどね。はーい。舌でやつが飲んでそうだが構わんか。厄払いにキャラメルソースがけのアイスクリームガレットもつけてやる。ボイスください。あら、おいしそうね。バケット付き、サラダもあるし。おいしそう。いますね。あ、夜の探索する？ 8 時2分。1時間か。まあ、アニエスちゃんの位置だったらね、視界に入るよね。まあ、バン君は背中でもなんか感じてそうだけど。食える時に食って楽しむ。それが人生の秘訣ってやつだ。なるほど。デザートガレットも絶品だった。それは良かった。手がかりは夜。そうだね。本人は笑われるかな。はーい、わかりました。では夜探索を開始ですね。にゃん、バルター出た。あ、じゃあまずは宿から。お、働いてるね。
ああ、なるほどね。ミント髪の人か。おお、わかりますか、ベンさん。まあ確かに客には違いないよね。よう、見ていっていつでも待ってるぜ。よいしょ。ランさん。うん。ああ、なるほどな。へえ。ゴンザレスさん、ここで飲んでるんだ。さん娘自慢か。そしてシスター姿が眩しい。あっと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 。何回やっても楽しいよね。ね。はい、サプリか。なるほどね。バルターさん、ジョッキ、なんだろうね。あても美味しそうだね。こだわりも相変わらず、その自分がやりたくない仕事は受けないっていうこと？手間暇かけて育てたあいつを単なる鉄くずみたいに扱いやがって。ピックアップのことかな。壊し屋のお前にこの気持ちはわからねえだろうがな。なるほど。俺も最近いい出会いがあった。あー、乗り物系の話。へえ。バルターはバイク似合いそうだよね。なるほどね。すごい、今までない感じのバン君が見れてニヤニヤしました。ありがとう、バルタ。バルタと利害が一致するだと。あ、アルタイル出身なんだ。へえ、出身じゃない、住みか。クルズベルによく行く。そうね。なんかアルモリカ村ともまた違う感じだもんね。さてと。相変わらず人はいないっていうか、まあ晩ご飯食べてんのかな。あ、いた。まあプレイヤー的にはこの3部屋しかないように見えるけど、もっと、もうちょっとあるんだろうね。ほい、じゃあ宿編終わって外。いい夜ですね。よいしょ。東方の辺境でとんでもない異形の魔獣を飼った漁師の話がある。東方か、小説の話。私ね、まだそう春蘭読んでなくって、そう春蘭をね、後で読みます。いよいよ後で読みます。東方系、千の奇跡3は東方系だった。あれ違うよね。領主の話でもなかったし。まあでも今の話は絶対書物系で何かあるやつですね。確かにね、トラブルってやってる。おい、まさかな。あれは動力バイクでしたか。A ボイスありましたね。やっぱバイクよな。帝国風でもないかね。どこのバイクこれ。どこで作ったの。
全然その型的にどこのだろうってパッとわからない感じのデザインですね。光らせちゃって、まあ、まあ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 大丈夫、傷つけられてない。中古って言ってたよね。中古買って、そのガシャコンされちゃってで直したっていうこと。大丈夫そう。おいおい、まさかっていう声がすごい好きだったわ。おいおい、まさかな。いや、いいな、バン君。